幼獣、縦ゴトアザラシは、哺乳孔食肉木アザラシかゴマフアザラシ属に分類されるアザラシ。北大西洋、北極海繁殖地によって、北海固代群、ヤンマイエン島とグリーンランドの東の表情で、繁殖する西氷固代群、ニューファンドランド島付近で繁殖する北西大西洋、固代群の3つに分けられている。北西大西洋固代群が最も大きく、 他の二つの個体群とは遺伝的に異なる。体長オス 190cm、メス 180cm、体重オス 135kg、メス 120kg、メスよりもオスの方が大型になる。生体の体毛は灰色で暗色のアルファベットの U の字を逆にしたような反紋が入ることがある。この反門が縦ごとのように見えることが和名や、 英名の由来。反問は個体により変異があり、メスや幼体では不鮮明。生後14日ほどまでの幼体は、全身が白い体毛で覆われる。その後灰色の体毛に生えある。幼体の体毛は、流氷の上では保護色になる。海洋や氷河の上等に生息する。大規模な群れを形成し生活することもある。北海体群と西体群は、獲物を追って、 バレンツ海、ノルウェー海、グリーンランド海、デンマーク海峡まで移動する。2000年の個体群数は、北海が30万頭、西氷が36.1万頭と推定されている。天敵としてはサメ、シャチ、ホッキョクグマのほか、一部の地域では生ちが挙げられる。食性は、動物食で、魚類、甲殻類、軟体動物等を食べる。繁殖形態は、体勢で、 2から3月に1回に1匹の幼体を流氷の上等で出産する。メスは5から6年、オスは6から7年で成熟する。すべての個体群が狩猟対象になっている。狩猟は主にカナダ、ノルウェー、ロシア、グリーンランドで盛んである。イヌイットはほとんど丸ごと食料、燃料、医療、工芸品などに利用するが、膀胱だけは海に流す習慣がある。 商業捕開票に携わるハンターは、毛皮だけを取って、残りは棄することがほとんどである。特に妖体の毛皮は沈潮され乱獲された。1800年代初頭に商業捕開票が始まる以前の北西大西洋古体群の大きさは不明で、あるが、いくつかのシミュレーションモデルによると300万から400万頭と推定されている。第二次世界大戦の終わりには、 個体群数300万頭とされているが、1950年代から1970年代の間に、カナダの商業保開票のために、その50%から66%に減少した。捕獲高割り当てと保全政策が功を奏し、外部の専門家の監査を受けた1999年の調査結果によれば520万頭にまで回復した。 カナダの水産海洋省は年に32.5万頭の捕獲を許可しており、先住民にはこれとは別に1万頭が割り当てられる。動物愛護団体はカナダにおける狩猟が必要以上に残酷で、割り当量よりも多くのアザラシが殺されており、期待されている経済効果も疑わしいと主張しており、ブリジット・バルドー、モリッシー、ポール・マッカートニー、 パメラ・アンダーソンらセレブリティも関与する論争を巻き起こしている。商業保開票保護論者は、保開票が停止されれば、本種の個体群数が増加し、地域の漁業に大打撃を与えると主張している。ニューファンドランド島では、本種のヒレをパイにした、フリッパーパイという伝統料理を復活祭に作って食べる習慣がある。アカディア人は、 本種の油で揚げ菓子やビスケットを作っていた。ありがとうございます。